皆様こんばんにゃということでね、今回ね、イベントの方を爆速言えてない爆速終了ハテナ、私の動画は割とこのハテナってのが多いですけどね、これはまあなんだろう、注目を集めるための、まあ、手法ですよね。よくあのテレビとかの題名でね、やたらプラスあのびっくりマークハテナマークですか、これをやたら多用する、これなんでかっていうとね、注目させるためなんですよ。まあ注目させるっていうのはこちら側の考えなんで、まあ注目していただくってことですね、まあ、意味としては同じなんですけど日本語難しいでね、称号入手の儀、あの右側にねあのびっくりマークついております。その他もろもろということでね、順番にお送りします。遊び方は自分で決める、意のままに作戦、意のままに作戦大成功いうことですね。でまずね、イベント爆速終了ということで早すぎないかってことを思われると思うんですよ。でこれはね、まあある意味さっきも話した通り、動画の題名っていうのはね、もう最初に目に入ってくる部分なんで、どういう動画なんだろうなって思っていただくということで、このような題名しておりました。イベントは続いております。でじゃあ爆速終了って何なのってことなんだけど、まあそれをね最後に説明しようと思うんで、まずはね称号入手の儀いきましょうか。これがね、私、あの、今回のイベントは、まあ、毎回このゲームのね、更新アップデート入った時ってのは、はい、これが増えました。これが、イベント開催云々っていうのが出てきてね、じゃあ、それを何やろうかと。まあ、以前の私だったらね、基本もう、なんだろうな、当時は、あの、無課金でしたんでね、やれることは全部やろうってことで、もう、可能な限り頑張って、それこそもう、モンスターエナジー1日5本、5本とか飲んでね、かなり無茶してましたけどね。それもまあいい思い出ございますがね、今はね、そういう遊び方はまあしておりませんね。はい。まあ、とにもかくにもね、あの、今回の動画の題名にも入れてるしね、本当はキーワードになるかなと思うんだけど、意のままにですね。まあ、無理をしないってことです。自然体でやりましょう。ということで、これこそがね、結局、長続きの秘訣なのかなっていうのはね、本当思うんでね、まあ、この、ファンタジーライフオンラインの遊ぶ上でもね、私はそこを本当徹底することがね、最終的には一番いいことになるのかなと思ってやっておりますがね、じゃあ、称号ニュースからいきましょうか。入手からいきましょうか。未来を守りし者。かっこいいね、称号ね。はい。でね、あの、正直ね、私がなんでこれ狙ったかっていうとね、基本あの継続的に課金はしておりませんので、あのこの間ね単発で6000円ぐらい入れたんだけど、基本的に継続的な課金は考えてないので、そんな私がね、ちま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 こう稼ぐためには基本的にこういうものをね回収していくしかないということでね、まあお友達さんともそういう話題してたんだけどね、あの頑張らなきゃねって言ってね、それこそデイリーだの、私はもうデイリーはもうやめちゃったんだけど、デイリーもね、あの周りの方でね頑張って、あの楽しいとは思わないけど頑張ってやってるんだと、稼ぐためなんだということをおっしゃってる方いましたね。はい。でまあその一環でね、やっぱトレードからは取らなきゃなっていうところで、まあこういうのやらないとね、無課金である限りは基本的に、なんだろうな、ゲーム内のご褒美ってのはもらえないのでね、まあこうどのスマホゲームでも同じだとは思うんだけど、はい、じゃあ行きましょう。ぴょん、パッ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 パー、はい。でね、前回のイベントの方がちょうど今真ん前に出てるけど、なんか汚い色に興味はないとかね、こういうのはこのファンタジー世界でこういうの合ってるんですかね。どう思いますか皆さん。ぜひね、率直なコメントいただきたいです。いや、汚い色に興味はない、最高って人もいるかもしれないけどね。みんなプレイヤーでね、あの好み考え方それぞれなんでね、どうか、動画の方コメントをお寄せいただければと思いますしね、あと私ライブもね、不定期で YouTube ライブやっております。そちらの方もね、ぜひ、そちらにチャット欄参加していただけますとね、リアルタイムでお返事も可能でございます。どうかね、まあもっぱら麻雀実況ではあるんだけど、麻雀実況だからね、他の話題話しちゃダメなんてことは全くございませんのでね、どうかお気軽にご利用いただきたいと。じゃあね、次行きましょうか。称号つけちゃう今、むしろ。まあいっか。どうしよう。つけようか、一応。これだっけ？ん？これ？まあいいや、これやんない。あの、とりあえず今、ゲットしたんでね。うん、で、あれは、毎回あれをつけるっていうのもあれなんで、まあ、臨時でね、後で変えるかもしれないけどね、基本的に今の称号気に入ってるんでね、猫大好き、フリスキーでしたっけ？あ、違いますよね。まあ、冗談で言ってるんですけど。じゃあ、次に、遊び方は自分で決める、うんうんということでね、その、今回の動画の題名が、イベント爆速終了ってなってるんだけど、終了はしてないです、確かに。ハテナと書いてるんで、終了ではない。じゃあ、これどういう意味なのかって言ったら、私はね、これちょっと今お見せしましょうか。今回ね、これが割とね、報酬がね、まあ、ある程度大盤振る舞い。ジャック・オラン
ジャック・オ・ランタンですか、こちらの方が全部売りますと、5万かける2000なので1億になるかなって思うんですが、どうですか、合ってますよね。はい、1億リッチなんで、これはまあリアルマネーでね、ごく私の本当の大雑把計算だと、まあ日本円で1000円相当ということなんで、まあこれもらえるんだったらもらいたいなってあります。で、今時点ですでにね、500個弱あるということで、私これ一切ね、見てもらって分かるとおり何も交換してないです。これ最後にね、このイベントが本当に終わるタイミングで、これまとめてね、いくらかなっていうのをやろうと思ってます。で、あと下にはね、原木とかもあったりしますが、これ原木もね、40万かける250の、これも1億になるのかな？ですよね、多分ね。うん。なので、これ全部行くと、全部、フルに行くとね、多分3億リッチぐらいになるんじゃないかなと思うんですよね。私今ね、右上見ていただくと6億余りということなんだけど、まあやっぱね、もらえるものはもらいたいということあるんで、今後またね、その闇商人さん新アイテムの、今回はね、闇商人さんのその新しい何かね、装備とかではないようですが、そこも購入したり、なんだって、あ、今やっちゃう、むしろ。今やっちゃう、やりましょうか、これ。買わないといけないで、私ね、これが期限が、これ油断すると、まあ、ね、ご存知の通り、ああいう期間限定のものではないはずなので、焦ることはないと思うのですが、15日なんで、まあこれまでは後日にしよう。まとめてね、リッチをドーンと手に入れて、そのリッチをドーンと突っ込むっていうのはね、ちょっと別口でね、動画を撮ろうと予定しているので、その時にね、撮っときます、これ。はい。まあ、そんなにうちのチャンネル、個人チャンネルなんでね、ネタが山ほどあるわけではないので、まあ、小分けに。まあ、なんでしょうね。で、ちょうど、内容的にも合うんですよ。リッチをどう使うかっていうテーマの動画っていうくくりになるんで、はい、これはじゃあ今やりません。まあ、やれるんでね、あと2週間ぐらいあるんで、やりません。はい。で、これ、いくらぐらい使うんだろうね。3000万の、私が欲しいのはこの上の2個ぐらいかな、もはや。皆さんそうじゃないですか、多分。このゲーム今やり出したって人でない限りは、今やり出した人はね、この蒼月覚醒はかなり重要になってくるんだけど、私見ていただいて分かる通りね、もう余り始めてるんで、そろそろもうほんと星6に今移行しつつあるっていうところなんで、昔はね、それこそこの FL フェス、ドレジャーうんぬんっていうのは非常にね、重要なアイテムだったんだけど、今やね、もうちょっとインフレが激しいということございまして、そのような状況になっております。じゃあ、これちょっと、放置だね、これ。後日お楽しみということにさせていただきます。でね、今回の動画のまとめとしてはね、その、イベントの遊び方ね、私、1年前の私だったら、これ間違いなくね、闇商人さんの売却ね、まあ、これじゃあ全部やってやろうじゃねえかというのもうことごとくやってたわけですよ。っていうことあったんだけど、やっぱね、もう520以上やったっていうこと以上にね、私はやっぱキャラクター、可愛いキャラを取ってうんぬんっていうのをやりたいんで、そういう遊び方をもっぱらやっているので、そういう意味ではね、もう今差し当たってね、その鬼集会とかっていうをやる、なんだでしょうね、動機になるもの自体が実はなかったりしますね。うん。っていうのもあるし、あと単純にね、まあ同じゲームをもうそろそろ600日も近づいてこようかとは思うんですが、それだけ やるとね、まあこなれてくる、よく言えばこなれてくるし、悪く言えばちょっとだれてくる、飽きてくるっていうことがあるんですよ。これは別にゲームが悪いわけではなく、もう何だってそうですよね。慣れてくりゃ、これ言い方変えりゃ飽きてくるわけで、それでもね、私はやっぱやめることなく、アンインストールもせずね、まあ、例えばそのログインボーナスはもう半年以上やっておりませんしね、申し訳ないとは思うんだけど、お友達にもね、ハートももう誰にも送ってないですね。みんなね、送ってくれるんでね、悪いんだけどね、ある時期ね、1ヶ月ぐらいかな、数週間かな、ハート送れないにゃっていうのをね、自己紹介メッセージに書いて、一応周知をしてあるはずなんで、それでもね、ハートくれない人なんか嫌だって人は多分解除してるはずなんで、まあ問題ないかとは思うんですがね。はい。まあ、要は意のままにね、この半年ぐらいはやってたんだけど、とりわけね、この間の超絶鬼畜葉っぱイベントが始まってからはね、もういよいよね、なんだろうな、これは無理だなとか、割に合わないなとか、嫌だな、めんどくさいなって思ったことは、もうやっぱやっちゃいけないなと。それをやっちゃうと、結局頑張ってやっちゃうと、その分絶対ストレスとか、まあ要は無理になっちゃうわけですよ。で、無理ってのはやっぱ人間続きませんから。っていう意味でね、まあ長く続けるためにはね、鍵になってくるのがやはりね、先日からお伝えしている意のままに無理せず自然体でっていうところがね、鍵になるのかなということを皆さんにお伝えしつつ、それでは皆さん、良いファンタジーライフをお過ごしください。